葉にはできない慰めに来ているつもりなのかな。ありがとう You あなたがいた。ジョーク一つも
優しさに。
幸せはいつも曲がり角んとこ赤いポストに寄りかかって待ってたのうちのすぐ前だったらママに見つかるよってあたしは何にも悪くないのにスパイラルエスケープあたしは一人スパイラルエスケープ彼が出てくるのをずっと待っていたずっと待っていたあの頃嘘もずっと
が来た。新しい旅立ちに、まだ戸惑ってる。駅まで向かうバスの中、友達にメールした。朝のホームで電話もしてみた。でもなんか違う気がした。写真は全部置いてきた。何かを手放して、そして手に入れる。そんな繰り返しかな。強がりはいつだ夢に続いてる。臆病になったら、そこで途切れるよ。走り出した電車の中、少しだけ泣けてきた。
明日へと転がさ。